小学校で開催されたスペリングビーの様子。参加者たちの中から回答者が前に出、観客と審査員の前に立っているスペリングビーは、単語の綴りの正確さを競う競技会である。競技者は、ある単語を問われ、その綴りを正確に答えることが求められる。このコンセプトは、アメリカ合衆国で発祥したと考えられており、今日では、 世界各地で様々に変化を遂げつつ行われている。英語の綴りは不規則であるため、英語のスペリング B は規則的な綴りを持つ言語で行うよりも有意義なものとなっている。アメリカ合衆国においては国民的な人気を有しており、各地の大会を勝ち抜いた少年少女が競う全米大会はテレビで生中継される。日本では英単語綴り大会、 英単語のスペル暗記大会などと紹介される。回答者は未知の語について出題者に質問することができ、この質問を通して正答を導き出す過程が魅力とされている。また、英語以外の言語からの借用語も出題され、時に勝敗を左右する。歴史的に B という単語は特定の活動のための寄り合いや内輪の集まりの意味で使われており、 ハスキングビー、キルティングビー、アップルビーといった語がある。その語源は、はっきりしないが、古英語で祈祷を意味するベーンから来たのではないかと考えられている。ペロポネソスを綴るいとこレジナルドカズン、レジナルドスペルズペルパニーズス印刷物に、スペリングビーという言葉が現れた最古の事例は、1850年のものである。しかし、より古いスペリングマッチという形であれば、 1808年まで遡ることができる。この競技会の重要な推進力となったのは、1786年に初版が刊行されたノアウェブスターの綴り字教本である。このスペルブックは俗に青拍子の綴り字教本と呼ばれ、米国においては5世代にわたり、小学校教育の過程の中で欠かせない役割を果たしている。現在においても、 競技会において基準となるものはメディアムウェブスター大辞典である。1925年、ケンタッキー州ルイビルのクーリーエ・ジャーナル紙によってアメリカ合衆国におけるスペリングビーの全国大会ザ・ユナイテッド・ステーツ・ナショナル・スペリングビーが始められた。第1回大会はワシントン DC で開催され、11歳のフランク・ニューハウザーが初代優勝者となった。 1941年にスクリップスハワードニュースサービス社はこの大会のスポンサーシップを獲得し名前をスクリップスハワードナショナルスペリングビーと改めたこの大会には米国50州のほか、カナダ、バハマ、ニュージーランド、欧州諸国から参加者が集まる1996年にはシニア向けの大会座ナショナルシニアスペリングビーが ワイオミング州社案で始まった。ワイオミング AARP がスポンサーについたこの大会は50歳以上に門戸が開かれている。2008年には南アジア系アメリカ人の子供を対象とする南アジアスペリングビーが始まった。競技参加者はスペラーと呼ばれる。2011年の全米大会を取材した記事によれば予選段階では筆記も用いられるが、 勝ち進むと口頭での回答が行われる。一人ずつステージに出た回答者に対して、出題者である公式発音者が単語を発音し、回答者はその綴りを口頭で答える。持ち時間以内に答えられなかった場合や、スペルを間違えた場合には脱落となる。回答者は、言葉の意味や品詞、文例、語源を出題者に尋ねることができる。出題された未知の単語に対し、 これらの情報を駆使して正しい綴りを導き出すのが競技の見どころとされる。アメリカ合衆国における真剣なスペリングビー競技者は難しい単語に対応するため、節字や語源を学び、英語が引き入れた外国語をも学ぶや日本語由来のとこの間、神風などが出題されている。スペリングビーのための準備教材は全米大会を主催する。 スクリプス社から発行されているほか、それ以外の社からも出版されている。スクリプス社は、毎年学習要所冊子を出版しているが、長らく、ワーズ・オブ・ザ・チャンピオンズと題し、3000の単語を、初級、中級、上級のグループに分けて、リスト化していた。1990年代半ばにリストはパイデアになお、改め、4100の単語を収録した。二千九年には、 スペルイットと題する、より少ないリストが示され、これには1155単語が収録された。総合単語リストは、スクリプス社から発行されており、また、全国大会のウェブサイトでも公開されている。ここには、1950年以来全国大会で出題された全単語リストも含まれる。このリストは、頻度によって3つの章に分けられている。 カンサー・アリデイテッド・ワードリストは基礎をマスターし、スペル・イットを習得したものを対象に編纂されており、800ページ、近い厚さに2万4000単語が収録されている。米国において、スペリング・ビーは年次行事として行われ、各学校レベル、地域レベルから全国レベルまで各級の大会が開催される。各学校レベルでの参加者も含めると、 全米で900万人が参加するという、ホワイトハウスに招かれた全米大会優勝者、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領夫妻とスクリップス・ナショナル・スペリング・ビーは、毎年開催されるスペリング・ビーの全米大会である。日本では全米スペリング大会として紹介されることがある。出場資格は16歳未満で、第8学年以上ではないことである。 過去最年少の出場者は6歳。全米大会には300人弱が参加する。全米大会の優勝者には、多額の賞金や商品が与えられの賞金、大学進学用のための貯蓄債権2500ドル相当を獲得したホワイトハウスに招待されるなどの栄誉も手にする。言葉の出典となるのは、メディアム・ウェブスター大辞典、ウェブスター新国際辞典第3版である。 全国大会は ESPN で放送される。2006年からは全国大会の決勝ラウンドは ABC で生放送される。大会には米国50州のみならず、様々な国や地域から出場者がある。2005年大会ではバハマ、ジャマイカ、グアム、アメリカ領、バージン諸島、アメリカ領サモア、カナダ、ニュージーランド、プエルトリコと、 中毒軍事基地からも参加者があった。2010年大会からは日本代表も出場している。アメリカの子供たちは一般に小学校か中学校でスペリングビーの競技会に参加する。同じ学年でクラス対抗の競技が行われ、各クラスの得点によって優勝クラスが決められる。個人レベルでも競技が行われ、優勝者は学校の代表として軍や州、そして 全国大会へと出場する。米国内の別のスペリング B 全国大会の枠組みとしては南アジアスペリング B がある。2008年に始まったこのコンテストは8歳から14歳までの南アジア系アメリカ人がスペリングを競うもので毎年夏に全米を巡回して行われる。2011年には全米10都市をめぐり衛星チャンネルである。 ソニーエンターテイメントテレビジョンアジアを通して全世界に放送された。ありがとうございます。